えー、こんにちは私、オートデスクで、えー、ビジネスデベロップメントを担当しております、本日はあのまず、えー、冒頭にです、ね、産業機械業界における企業の課題と設計プロセスの変革というテーマで、えー、簡単にあの概要、えー、業界動向と概要についてあのご説明をさせていただきたいと思います。 であのまず、ですねちょっとあの冒頭になんですがあの先ほどのビデオにも流れておりましたあの非常にですね、えー、これ読まれた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますクリス・アンダーソンのメーカーズといういわゆるメーカームーブメントというトレンドがあのただいまあの非常に盛り上がっておりまして、まあ、日経新聞やなんかですともう2週間に1回ぐらい、えー、1面、3面ぐらいに記事が出る。 よううな形ででテレビも広く取り上げてつつあるということいいこございます、まあ、3D プリンターということで、えー、まあこれまで、えー、何でしょう数百万から1000万ぐらいの価格レンジだったです、ねえー、まあ光造形だとか 3D プリンター樹脂でものを作っていくような機械が10万円を切るような価格のものは出てきたということでですね 1人製造業なんていう形で,です、ねえー、まあデザイナーだとかあクリエイターの人があもう自分でものを作ってです、ね、販売できるようになってきている、まあ、こんな、あのー、センセーショナルなです、ね、取り上げ方をされてきて盛り上がっているというところでございます。でまあ、これがあの製造業にどうちょっと今日ご来場の皆様です、ねえー、影響を与えてくるのか、まあ、直接な的な影響はあのー、すぐにはないかと思うんですが。あ 例えばです、ね、えーまあ、10万円を切る価格レンジとなってくるとです、ね、えー、もう1部署に1台こう入れられるようになってくると、そうするとまあ午後に工場のメンバーとの打ち合わせがあるのにです、ね、ちょっと朝、3D プリンターでえー打ち出してです、ねそれ、実物を持っていて、えー、製造性だとかです、ね、組み立ての問題をえ相談するみたいなこともこできてくると。やっぱりあの えモニター上で見ているのとはです、ね、やっぱ全然違うフィードバックが返ってくると思うんですね。特に、えー、現場で働いていらっしゃる方々にとっては、まあ、平らな画面で見るよりですね、物を見てくるといろいろな改善のこうアイデアも出てくる可能性が出てくるあとはです、ね、あの10万円という価格レンジになって何が起こっているかというと全国の学校やなんかがです、ね、これ一斉にこれ入れ出してるんですね。 えー、いろいろな教育施設、えー、支援機関等ですね、そうすると、おそらく5年後ぐらいには、ですねもう3次元 CAD が当たり前に使えて、えー、3次元プリンターで物を出したような世代っていうのがどんどん新しく入ってくるということがあの起きると予想されます。まあ、なので、2次元図面は書けない、読めなくてもです、ね、3次元データ、3次元 CAD ですぐにクイックに物を作って、ですね印刷をする技術を持った人間がどんどん増えてくると。まあ、そううなってくると自然的にこう えものづくりのやり方というのも製造業においても大きくあるんじゃないかというふうにオートデスクでは見ておりましてえまあ逆にそのような視点からですねえ無償のソフトウェアという形で1、2、3G シリーズというのをえモバイル用に広く配布しておりますで、すでにえ先昨日、弊社のカールバス取締役も言ってたんですが1000万のダウンロードがあるという話をしていました。 東京の人口と同じぐらい世界中で 1000, 1000人に1人がもうオートデスクのです、ね、モバイルクラウドのアプリケーションを使う時代になってきているという形で大きくあのオートデスクとしてもこの時代の変革にこう取り組んでいるという形でございます。 まあなのであの私どもとしてはこのまあ第2次の3次元ブームというのが90年代に続いてまもなく来るのではないかというふうに考えておりましてえこんなところからですねまあ今日のセミナーもえーこれまでの従来型の3次元化のアプローチに合わせて新しい3次元をえの使い方を実現するようなテクノロジーというのもえ挟みながらですねえ1日えご紹介してまいろうというふうに思っております。 であのここからあのちょっと、えー、固い話になってまいりますがあの本日は産業機械業界向けのお客様向けの内容ということで、えー、ちょっとまとめさせていただいておりますで産業機械と一口に言ってもですね、えー、本当に工場をプラントに入れるような設備ですとか工作機械のようなものだとかあ重機、検機搬送機械いろいろございますただまあ共通しているところがです、ねえー、コンシューマーです、ねえー、消費者 またの消費者がお客様ではなくて、お客様は工場であったり建、建築、エンジニアリング会社、こういうところであるというところでございます、または観光庁ですね、まあ、なので、基本的に個別受注、個別設計のシステムとなっておりまして、独自の設計、製造ノウハウがある、でこういうところをお客様とすり合わせをしながら、製品を開発していく、まあ、お客さんとの濃い関係の中で、固定された関係の中で商品開発を行うというところがございます。 まあ、この辺がですね、あの大きく設計開発の在り方っていうところに、その自動車ですとかエレクトロニクスとまた違うです、ね、傾向が出てきているというふうに考えております。例えばですね、あのこちらちょっと上げてございます、えー、最近であれば、やはり省エネ、環境変化としては省エネだとか環境配慮ですとか、電力コストが上がっているので、まあ、それに対応するだとかですね。 えー、そういうところもございますし、やっぱり販売先としては、あ国内の市場が頭打ちになっているで、製造業がどんどん海外に出ていく中で、えー、アジアですね、えー製造業、産業機械のお客様のお客様がアジアに進出していく、まあ、当然、えー、産業機械のお客様もです、ね、アジアに拠点を作ってです、ね、そこで物を、えー、保守するで、さらには作る、設計するという形で、どんどんあの事業展開をされていらっしゃるお客様、多いと思います。 100年、200年の会社でもですね意外とアジアに拠点を持っていらっしゃるというのがもう当たり前のようになっておりますね。で競争はですね、まあ、一方でやっぱりアジア広告、ね、中国等のですねメーカーの追い上げが激しいということで標準的なカタログスペックの統一されたような機械、マシンはやっぱり価格優先でですね中国勢に負けてしまうケースもあるということで、えーまあ、だからこそ あの産業機械のお客様、これ、共通でやっぱり取り組まれてらっしゃるんですけど、えー、総合ソリューション提供という形で、えー、単品の機械ではなくて、えー、前後のラインを含めた提案型のビジネスを力を入れてらっしゃる、まあ、その中で、技術力、提案力、総合力っていうのを打ち出されてくる、さらに機械を入れた後の保守もきちんとお客様を面倒して、まあ、保守自体で収益を確保すると同時に、また繰り返しのリピートオーダーをもらう。 こういったところを重視されているというところがあの産業機械のお客様にあるかと思います、まあ、ただあの構造的な問題としてですねやっぱりコンシューマー向けの製品と違ってえ見積もり引き合いができてから見積もり受注そしてえ開発納品するまでにですね短くても数ヶ月長い場合は23年というような機械システム類を作られているお客様も非常に多いという形でございます。 まああの為替が変動したり材料費が上がる中ですねやっぱりこれをいかに短くして、えー、そういったあ資金のリスクっていうのを減らしていくかっていうのもあの経営のトップの方としてはあの悩まれている部分だというふうに考えます。まあこんなところをちょっと背景にしてですねあの私どもあの全世界のですね三百七十八社あに対して。えー リサーチをした会社がございますテッククラリティリサーチというところなんですが、まあ、こちら側の産業機械のお客様に対して、えー、いろいろな調査をしていると特に製品開発戦略に関するあの調査をいたしましたでこれはあのオートデスクのホームページから日本版がダウンロード可能になっておりますのであのご興味ある方はあその、えー、日本語版をちょっとご覧いただければと思うんですがあちょっと抜粋なんですけれども、えー 例えば、重要視している経過指標は、この400社弱、どんなものでしょうかというお話をお聞きしたところですね、売上高、あるいは利益率の伸びが高いお客様が水色で、平均値に近いところがグレーという形で、大きな差が出ている3つを取り上げたんですが、新製品からの収益の割合が大きいところ、それから見積もりが正確に出す、正確に出すですね、高すぎず安すぎず適正 価格,格適正利益を取れる見積もりを出すこと、あるいはタイムリーな見積もりですね、短期間でやっぱりお客様の要求に応えるような見積もりを出せる、そういう努力をしてらっしゃる方企業さんが非常に業績がいいということが分かっております。まあ、なので、産業機関においてはやはりこういうテーマですね、これもあの皆様とあのおそらく共通の課題なんじゃないかと思いますが。 こういうことに取り組んでいくことが非常に重要だというふうにあの私どもの方で考えております。あのまとめさせていただきましたがあの産業機械業界の共通課題としてリードタイムの短縮ですねこれも設計期間ですね出ずまでの期間の短縮という狭い範囲ではなくて納品研修が上がってお金を回収するまでの期間をいかに短くするかそれから案件ごとですねそのような長い期間の中でやっぱりコストですね案件 ととののを管理するいいいいうのは非常に難ししお客様が多くいらっしゃいま,すまあロット生産みたいにバシッバシッとです、ね、シリアルナンバーで切ってコストを積み上げて収益を管理するというわけにいかないのでやっぱり受注番号ごとにです、ね、手戻りだとか子孫だとかです、ね、設計ミスによる再加工みたいなこういうコストも含めて本当に見積もりが収益が上がっていたのかと、まあ、こういうところを管理して管理して その中で切り詰めめられるところを切り詰めていくコスト削減をしてアジア諸国の機会に戦っていくとこういうところが求められております。で設計開発の部門もですねやはりこういう中であのこれまでは比較的製品の技術力を高めるいかに高めるかそれからお客様の要求に細かくあったですね個別仕様の製品をいかに作り上げるかっていうところに力を入れてらっしゃったと思うんですがあこれだけではなくてやはり 全社的な課題であるリードタイム短縮、それからコスト削減というのに、いかにあの設計回数門として取り組まなければいけないかというところがこう求められてきていると、えー、いい製品を作るというところから、コストダウン、えー、リードタイムの短縮にますますこう力を入れなければいけないというプレッシャーがこうかかってきてらっしゃるんじゃないかと思います。 まあそのために業務プ,プロセスと設計システムをどう変えていかなきゃいけないのかというところであの私ども本日ですねいくつかのソリューションのパターンというかですねテーマをあのご紹介していくセッションを設けさせていただいておりますであのこういったですね、まあ、そうは言ってもあのうちの製品うちのビジネスうちのお客さんはこれこれこういう状況だからちょっと違うんじゃないのという話もたくさんあるというふうに思いますで私どもですね、えー プロセスアセスメントっていう、えーえー、なんていうんでしょうあの、アセスメントをです、ね、個別のお客様のご要求に応じてあの実施させていただいております。これ、無償で行わせていただいているものなんですが、あの現在の,その設計開発の業務フローと、えー、現在のオートディスクを含むです、ね、最新の技術を使った場合に成し得る改善された業務フローというのを、えー、並べてみてですね、えー、どれぐらいの、その、 効果が得られそうか、潜在的にですね。というのをあのお客様にことご提案させていただくと。これもお客様の個別の業務に沿って、お客様の会社の目標、設計後の目標に沿ったあ内容をきちんと把握したような個別提案をあのさせていただくと。ああ提,案提案のですね本当に簡略化型という形ですね。こういうこともあの営業活動の中で無償で行ったですねお客様の,そのえー設計開発の業務、 情報システムのの、ね、計画作りりおお手伝いいいをさせててただいております、まあ、このへんもです、ね、ぜひご担当のオートデスク営業にご相談いただければです、ね、こういうものを実施しながら、まあ、新しい3次元 CAD、CAE のソフト、デザインのソフト、PDM のソフトがあの、御社の形にどういう形で有効活用できるか、それに対する投資効果、リターンがどれぐらいなのかというのをあのご提案させていただくことが可能でございます。 例えばあのこれ、実際にですねそのアセスメントを行ったお客様の例です、新しい話題ではないと思うんですが、やっぱりこういうあの状況があの多くのお客さんに残っていらっしゃるということが言えるかと思います。個別設計で、一枚一枚の一軒一軒の案件に対してえ図面を出土すると、場合によってはですね100枚、200枚の出土でデータを1案件について出土するようなお客様ですね。 そうするとやっぱり流用設計をしていく中で不整合を潰しきれないあとで図面間の不整合が出てきてですね組み立て加工時にこうトラブったりすることがあるという形ですね多くのお客様でやっぱり89割が流用設計過去の図面を流用されて作るとしかも一つのプロジェクトご丸ごとコピーしてくるんじゃなくて 使える部品使い浅い分をいろんなプロジェクトから取ってくるので、まあ、それの整合性を確認するっていうのがやっぱり仕事量が多くてですね追いつかないというお話がございます。でまあそんな中でですねいきなりどンとあの上司だとかお客様からですねものが詳しく出来上がってみるとちょっとここが違うという形で、えー、手戻りが発生するのは設計変更の指示があったりですとかあるいはあの個別のお客さんの要求に対して設計をするんですがあテスト時間 えー、あるいはフィジビリティスタディーみたいなのがきちんと取れずに、えー、先行して進めざるを得なくてですね、えー、試作あるいはテストを運転してみた段階でですね性能を満たしてないよという形で、えー、仕様変更が入ったり、えーまあ、先ほどの図面の整合などに起因する加工組み立て潰れつき、えー、での不具合があったり。 えこういった中でえ営業サイドではやっぱり難しい案件、高額案件を取るためにできるだけ技術者を現場に引っ張り出してですね営業を支援してもらいたいんですが、営業技術者の方は大量の図面をしつづするのに追われていてですねなかなかあのその案件のクロージングラで手伝えないというあのまあ悪循環の中でえやっぱりご仕事をお忙しくされていらっしゃるというようなあのーケースが非常にあの残っていらっしゃるようです。まあ、これのあの一つの、えー 切り口回答として CAE なり3次元化なり PDM といったものがまだまだ利用価値があるんじゃないかなというふうにあの感じております。これもあるお客様の例ですがあのこのグレーの部分しか基本的にはシステム化されてないということで、えー、図面はオート c a d またはオート c a d エレクタリカルで作られて、えー、見積書、仕様書、部品表等は Excel、Word で作られていらっしゃると、えー、まあこういう世界だったのをやはりあの中心に3次元設計のツールを入れてあげることで 電気設計ですとかテクニカルドキュメント、CAE 分解析ツール、C、CG システム、営業活動で使える3次元のデータを作ってあげる。まあ、こういう形で先ほどのようなあの、まあ、悪循環の業務プロセスというのをこう、えー、改革していくと。で、いろいろなデータがこう発生してくるので、それを統一して管理する PDM システムを整備してあげて、データ間の版管理、バージョン管理をきちんと行って、不整合のない え設計データを提供するさらにはそれをえ部品表という形で生産管理システムにつなげることでえ再入力での手間ですとかミスもえ防ぐと、まあ、こういった流れですねをあのご提案をえさせていただいておりますでこれもあの典型的なまあケースでございますあの横軸にこれはあのその三次元化を含めたですねその設計改革のテーマをいくつかあのよくあるものを並べさせていただいてる8パターンぐらいですね 例えば3次元化を導入しましょうだとか電気設計を効率化しましょうだとか CG を営業活動で使いましょうですとか最近これも話題になっておりますレーザースキャンですねスキャニング技術を使って現場調査を効率化しましょうそれからあの自動車業界では非常に進んでますがモジュール化だとかプラットフォーム設計みたいなものを推進して根本から設計のやり方を見直してですね 商品開発製品開発を改革しましょうで、その上で自動設計を、えー、CAD をカスタマイズする2次元の CAD をカスタマイズされているお客様も多いと思います同じように3次元でもあの自動設計のカスタマイズが最近はもうできるようになってきておりますのでまあ、こういったカスタマイズを施すことで3次元のモデルであってももう自動設計をやっていこうということですね であの横と縦に並べてあるのはこれも模式図なんですけれどもあの右側がリーエンジニアリングですね業務改革をしなきゃいけない程度で縦がコストが導入コストということで左下の方がお金もかからないし導入も容易であると右上のほうがですね手間がかかるしお金もかかるというところなんですがまあこういったあのなんていうかプライオリティ付けですね あと、これは、お客様、あるお客様での投資効果のイメージを丸で書いてるんですけども、丸が大きくて左下にあるものからまず始めていって、その後、中長期的に難しいテーマに取り組みましょうと、こういった、なんでしょう、ロードマップみたいなものも先ほどのアセスメントの中でですね、お客様ごとの優先順位付けをして、ご提案をさせていただいております。で、実際にこちら、産業機械のお客様でのちょっと事例をいくつか並べさせていただいております。 富士輸送機関さんという、これはこういう搬送機械ですね、段ボールをピッキングしたりする、ピッキングのロボットとか、それの周辺の搬送装置の機械を作ってらっしゃる会社さんですね、やっぱり3次元を入れることで、施策の精度が特に1回目は大きく上がったと。 ま忙しい中で、需要設計で図面出している中で、ですねどうしても基本的なミスですね、特に若い方は穴の位置がずれてるだとか、そもそも干渉が発生している、ものがはまらないだとかですね、そういうのやっぱり潰しきれないらしいんですね。で、3次元化することで、そういうところはもうほとんどなくなる。で、しかもあの3次元キャドでですね設計をしていると、後ろ同士が通りかかったときに、ちょっとモデルを見てみてですねあ、あちょこちょこっとアドバイスをしていったり、 え設計現場にその製造の人たちが来た時にちょっと見てもらってですねえ工場のサイドからいろいろな意見をこう見てもらうみたいなまああのきちっとしたデザインレビューをやらなくてもですね日々あのデザインレビューをいろんな方々にして,いくしていただくみたいな設計のスタイルというのが可能になってきましたとこんなことを申し上げてます。 でえまあ、こういった中で,です、ねえーまあ、もちろん解析も行って、えー性能えー、品質性能も上げていらっしゃる、えー、それによって、えーまあ、基本的に3次元設計をすることで、えー、流動設計が容易になったということであの設計をない回数が何倍にもなって品質が上がったということであの非常に喜んでいらっしゃる例でございますこのお客様では左下にございますがインベンターそれからボールトをご導入された。 えー、経験豊富なエンジニアであれば、二次元設計に比較して、設計期間半分ぐらいであろうというふうに、まあ、あのおっしゃってるケースでございますね、まあ、こんな機械でございますね、でこちらのバネの、の、えー、バネの製造メー、えー、機械のメーカーさんですね、でまあ、バネっていうもの自体の特性もあったんですけど、もちろんらせん形状なので、3次元でないとですねお客様にやっぱり、えー、製品の作り方とか機構の説明をきちんとできないというのがあって、いち早くまあ3次元導入された。 まあその中で、あのこんな形で設計期間、例えば3分の2になりましたですとか、えー、干渉問題やなんかが大幅に減りました、半分ぐらいになりました、えー、それから部品表示を作成できるようになりましたということで、えー、まあ昔は1、2台の機種変更のペースだったんですが、現在は同じ人数で3台の機種変更新ができるようになったということで、まあ、実質的に1.5倍から2倍ぐらいのです、ね、生産性の向上が設計部門で得られたというふうにおっしゃっています。えー、これ実際に こんな感じですね、まあ、こんな感じのムービーを作られてあの営業の場現場で活用されていると、まあ、これバネの製造機械なんでここからあのバネの針金が出てきてこのアームでぐるっと曲げていってズドンズドンと切っていくっていう。であの1秒間に え2つぐらいずつですかねあのかなりの高速で作っていくマシンなんですけれどもまあこんなのもあのやっぱり動画で見せることでですねえ機構をきちんとお客様に説明したりあの製造のエンジニアが理解することができるというようなメリットがあ,のあるというふうにお話しされてましたでこちらはあの半導体の製造機械のお客様ですかねローツさんですねでこちらもやっぱりあの初号機でのやっぱりこうエラーですね が2次元の世界でやっっていたた非常に多かったでこれがあの3次元でえやることでですね基本的になくなるえ以前はまあ膨大なあの時間を図面の取り合い寸法値が正しいかっていうのをチェックするのに使っていたということなんですが基本的にこういうえ寸法のチェックっていうのは全く不要になりましたとえいうことですねもう3次元であれば干渉がなければ寸法まああの正確な値が表示されてありますね 建図が効率的になりましたということをおっっしゃってます、まあ、この辺もあの設計作業自体じゃなくて建図の手間っていうのも大きくあの減りましたとで過去にはあの1年間に2機種での開発が限界だったんですが1年間で6機種開発できるようになりました、えー、というふうにおっしゃってますまたあの穴加工の数量カウントですね、まあ、この辺も2次元でカウントしていくとですねダブリがあったり漏れがあったり。 こういうことが出てくるんですが3次元で、まあ、フィーチャーをカウントするみたいな形で穴を正確に行えるというところで間違いがなくなったというふうなこともおっしゃってますまたまあ3次元の特徴としてですがあの重量完成モーメントの等のマスプロパティも正確に計算できるというのがあのメリットとしてございますこちら PRDS を導入されたお客様の例ですね こちらもまああのこういった工学機械を作ってらっしゃるところですけどもまあマスプロパティが計算できるというところで環境負荷の含有量だとかまあこういうのも分かりやすく計算できるようになりましてですとかこちらではもう金型作成に直接 3D データを使ってらっしゃるというところで非常に大きなメリットを出されていらっしゃるさらにあの海外との拠点のやり取りもあるということでインターネット会議を行う。 3D 画像でインターネット会議を行うというようなことも可能で迅速な意思決定が可能になったというふうにおっしゃってます。でこちらはですねまたあの、えー、自動車メーカーさんに収める、えーそのえー、工場のラインの設備を設計をされてらっしゃるところですね。であの自動車工場のラインなのでそもそも自動車のボディ の3次元データが与えられてまあそれをどういうふうにラインの中で動かして作業していくかっていうところを踏まえてラインを設計されるらしいんですけどまあワークデータがそもそもキャティアのデータとかできますのでまあラインの各設備に当たらないようにだとか作業性がいいようにどういうふうにこう曲げたり回転させたりして設備を置いていくかっていうところでもう3次元での設計が必須だったということで。 こちらもあの比較的早めに3次元ご対応されたケースでございますね。でまあ、とにかく自動車のボディみたいな複雑な形状のに対する設計のしやすさっていうのはあの3次元の方が格段に容いであると、えー、断面図だとかですね部分図をいくつも書いてですね、えー、検討する必要もなくなるということで大きなメリットが出てらっしゃるさらにまあこちらでは共同計算も実施されていらっしゃるということで、まあ、いかにその材料費だとか あを減らしていくかというところにえかなりまコストダウンに取り組まれてらっしゃるそのための設計変更に取り組まれてらっしゃるということですね。あの産業機械の業界でも板金物が多いと結構材料費のえコストアップだとかですね、鋼材だとかアルミが上がったよということで時間にですねもうえ収益性に跳ね返ってきたりしますのでまそういったところでやっぱり共同計算やなんかやっていかにまあ,あの。 コストダウンを図るかというところも設計の方として大きく取り組まれていらっしゃるということですでまあこちらの,その改革のイメージですけどいろいろなあのメリットは出されていらっしゃるんですが基本的にはですね、まあ、設計開発サイドではあの、えー、まず製品の提案力の強化だとか実用能力アップコストダウンもあると思いますで営業サイドでは3次元使うことで見積もりの機械等時間が短縮される、まあ、正確な見積もりが短期,点短期間で出せる でえー、後工程の方でもでも、ねえー、やっぱり、あのー、何でしょう、えー、後工程の不具合だとかあ、設置時のトラブルっていうのが減ることで、研修までの期間も短くなるということなので、えーまあ、前者的にです、ね、非常に大きなメリットが出ると、設計部門では品質コストの上流での作り込みだとか、革新的な製品の開発っていうのにフォーカスできるようになりますし、前者レベルでは、あーもう業,業務の 平行化をすることで,ですね大きな導入のメリットを出すことができるんじゃなないいかという,ふうに考えております、まあなので3次元の導入っていうのは設計部門の問題だけではなくてですね全社に大きなメリットがあるので全社的な課題として取り組むというのが一番効果が出るんではないでしょうか、まあ、そんなことがちょっと書いてございます。でこれもう本当に試算例なんですけど例えば設計変更の削減の例ですね。 まあ御社の中でもこういったあの今日いらっしゃってるお客様の中でもですね社内でこういう計算をしていただければですねやっぱり3次元の導入効果っていうのが可視化できるんじゃないかと思うんですがまあよくあるのがこの設計変更に伴う人件費ですね設計のエラーがこれだけ減れば時間がどれぐらい減るよっていうのはよく計算されると思うんですけどもそれ以外に何かトラブルがあった時に工場に呼ばれたりお客さん先に行ってえ説明をしたりえいろんな確認をするこういう費用だとか人件費もありますし えものを再加工したり再発注してえやるそのダイレクトなあの何ですか資孫費用みたいなのもこう出てきますで社内加工のものであれば材料再調達してですねもう一回板金の打ち直ししなきゃいけないですとかこういうのも出てきますそうするとですねやはり三次元化の導入効果というのは非常に膨大なものが見込まれるまあこ,のでのここでの試算ではあまあどれくらいでしょう 1>, え1億5000万ぐらいの導入効果というのを見込んでおりますけれども、大きなところがあると、あとまあ最近の,あの注目が集まられているのは、例えば 3D スキャナーみたいなものを現場調査に使うとどうなるか、これ、あるお客様でのお話をお聞きしたところで、現場調査はやっぱり2回ぐらい行ってらっしゃるみたいなんですね。回測りに行って いろいろ寸法とかですね機械の設置場所の状況を確認するんですが、測り忘れたりだとか、正確な部分があって、2度目行くことが非常に多いと、これ、レーザースキャンの機械で,ですね現地の状況をリアルで取れば、ミリ単位での誤差で,で、お客様の工場の設置場所の状況が取れますので、2回目行く必要がなくなるということですね。 えそうするとです、ねえーまあ、コスト削減額、まあロえー、合わせてどれくらいでしょう500万と600万合わせて1千0 0万ぐらいのです、ねえー、コスト削減額というのが年間で得られると。